ケーキクー天皇どうもです。ガチャです。トライセットスポーキザムライです。はい、ということですね、まあ、本日はですね、韓国のホンデという街に来たんですけれども、また来たね。また来ましたね。あれ以来だね。やっぱ韓国のホンデといえばちょっとイケメンとか美女とか、たくさんいる街なんですけれども、まあ、ちょっとね、今日はですね、なんとあの僕たちの動画に、まあ、刺客というか刺客ちょっとあの僕たちのことイケメンの座を狙うような刺客がちょっと日本から、確かに僕たちはちょっとイケメン枠、あ、もちろんもちろん当たり前やってるから、行こうとしてるんだ。イケメン YouTuber でそっちやってるんだけど、それをねちょっと超えてくるようなね、なんかイケメンが日本からちょっと来てるということで、なんかチャウヌニのイケメンがなんか来たっていう噂を聞きましたけど、はい、噂ではチャウヌニに似てるということで、一回まあお呼びしましょうか。そうしますか。すみません、ちょっとお願いします。どうぞどうぞ。こんにちは。どうも、深川です。さんです。よろしくお願いします。実はですね、まあ、僕たちこの動画をやる前に、ミョンドの方で撮影してきたんですけど、まあ、そのね動画は、深川さんの YouTube で上がるので、ぜひそっちも見ていただきたいんですけれども、まあ、本日はですね、ちょっとまあ僕たちの動画で日韓イケメン対決をしようと思います。どういうことだこれは。まあ、だから、ガンちゃんはもう韓国代表のイケメン、嬉しいな、まあ、トッポギ侍で代表して、で、まあ、深川君は日本から来てこの日本代表のイケメンとして、で、まあ、しかもさっきのミョンドンの動画ではチャウヌに似てるって。もうチャウヌって言っても過言ではないからね。過言ではない、もう過言ではないですから、まあ、今日はこの本音のどっちがイケメンなのかってちょっと対決してもらおうかなと思って。そうだね、深川君なんか意気込みとかなんかありますか。意気込みですか。あ、はい、頑張ります。あ、じゃあさ、なんかさ、今までのちょっとさ、モテエピソードとかなんかないの。あ、モテエピソード聞きたいな。いや、あんまないですよ。あんまない。マジでないの。マジで今までなんかそれこそ学生の頃チョコレートたくさんもらったとか。あ、小学生の頃まで持ってました。あ、だいぶ空いたんだ。高校からも持てなくなった。はい、そうです。小学生まで足速かったりみたいな、運動ができる人、ね、中身とか見られないじゃないですか。どんどん中身が大事みたいなことに、ね、はい、女性が気づいていくんで。現実的だな。だから外見だけじゃちょっとあまり勝負できなくなってっていうことか。そうですね。ちょっとガンちゃんは何かある？僕も高校生までずっとサッカーしてて、二十歳まではちょっとアングラな人生を送ってて。アングラな人生。二十歳ぐらいから YouTube 始めちゃったから、もう女性との経験とかもあまりないから。そっか、女性と接する機会がそんなにモテてるっていうイメージがないんで。ただね、僕はトッポギ侍なんで、ちょっとまあガンちゃんひいきでちょっとモテエピソードちょっと話させていただくと、これすごいのがガンちゃんって、まあ、女性にモテるのはまあもう分かるんですけども、男性にもモテるんだぞっていう。僕たちこの間ね、ちょっとある居酒屋で2人でお酒飲んだんですよ。で帰りにそのトイレ行こうっつって男子園入って、そしたら元々いた韓国の男性の方がふわってなって、でガンちゃんの顔見て、えっ、ガンちゃんがどうしたんですかって言ったら、うわ、こんなイケメン初めて見たって男性に言われてましたからね。言ってた、そんなこと。それ言ってたじゃん。まあまあまあ嬉しいね。それはすごくない？ベロベロすぎて多分分かんなかったんだよ。いや、でもそれぐらい男性女性ともにモテるから、ちょっとまあトッポギ侍代表として、はいはい、まあ、ここ韓国だし、ぜひちょっと勝ってもらいたいなっていう。ちょっと頑張るよか。頑張ってもらって、まあでもちょっとどうやって対決するかっていうと、まあこの街中で聞くんだけど、まあ2人はちょっとあんまり喋んないでもらいたいんですよ。まあ喋っちゃうと、まあ、日本人韓国人とも分かっちゃうし、やっぱりその外見だけでちょっと今日は。あ、それも言わずにですか。いやいや、韓国と韓国人と日本人も言わず。言わずに後から知るっていう。なるほど。もう外見勝負。外見勝負。うわ、怖。だってさ、もう韓国好きだからとか日本好きだからってそういう悲劇も出ちゃうから、なるべくちょっと国籍も隠して、はいはいはい、僕がもう聞くんで。オッケーです。でも完全どっちがイケメンかっていうのをちょっと勝負していきましょう。行ってますか。イケメン対決スタートでいい。それではイケメン対決スタート。トッポギ侍。おぬちょっとさりせんぎょったか생각하세요。이분이잘생겼다고생각하세요？아、약간한국아이돌같이생겼는데。오，감사합니다。왜잘생겼다고생각하세요？되게깔끔해가지고。아，깔끔하고。오늘같은。어，사실은이분이한국사람이고이분이일본사람이에요。한국사람이에요？네。헐，무슨일이야？아니야，괜찮아요。그럼안녕。감사합니다。어느쪽이더잘생겼다고생각하세요？이쪽네에오어진짜요네아네감사합니다안녕하세요마마마이만이만도로ですから
어느쪽이더잘생겼다고생각하세요오잘되나왜왜그렇게생각하세요차원으로가요오감사합니다오감사합니다감사합니다차원에나와차원은인테르인다本当に今韓国の方に何も言わずに言われたしってことは今のはじゃあ福川くんが一票はいじゃあもっと聞いていきましょうかはいいやどうどうどういやいやこのホンテって街、うん、お二方がおっしゃった通り南女子が多いそうなんだね、はい、やっぱ福川くんは日本人女子なのかやっぱ韓国人女子なのかどっちがタイプいやどっちも外見で言うならばどっちも好きですけど、はいはい、いや韓国に来て韓国女子ありだなおおやっぱ綺麗系が好きなんですね、はい、そうですなるほどねその韓国の方にチャウヌって言われてたからね確かにそれすごくないめちゃめちゃイケメンだからねいやいや本当にだって今身長ちなみに何センチちょっとでかくない185ですでかい、はい、本当だいや185はマジでスペック高いわしかもなんかやっぱ福川君はアイドル顔だねそうだね、うん、人気あるわ韓国、うん、いやいやそうおぬっちょぎと잘생겼다고생각하세요걸러주시면좋겠어요네이이이쪽이쪽오오아그러면왜왜이쪽이잘생겼다고생각하세요차우는느낌나요네차우는느낌차우는느낌이요어진짜요약간뭔가느낌나아그럼왜왜그렇게생각하세요아저도눈이차우는닮았어야나나진짜나나진짜눈이차우는느낌이들어그러면두분이차우는닮았다고끝말이에요제가먼저말했어요제가먼저사실은이분이한국사람이고이분이일본사람이에요어진짜요네한국사람같이생기셨는데이분이일본사람이에요감사합니다아마지막에안녕해주세요안녕안녕待ってちょっと待って話が違うのか2人ともチャウヌに似てるのか前代未聞すぎないどういうことどういうことまず、うん、深くんはチャウヌに似てるのはもう分かる、うん、分かる分かる俺どこチャウヌに似てるのちょっともう今回チャウヌに似てる対決でいいんですかどっちが似てるか対決じゃないじゃないんだけどなんか初めて言われた、うん、初めてだねまあまあでも今もう1ポイント1ポイントでちょっと聞いていきましょうかはい어느쪽이더잘생겼다고생각하세요어오 어느쪽왼쪽오남세효아잠깐왜왜그렇게생각하세요어왜잘생겼다고생각하세요눈이매력적오눈이매력적이다사실은이분이한국사람이고이분이일본사람이에요아감사합니다마지막에 안녕만해주세요안녕만안녕이번여성표1표남성표1표入りました한국の方にさイケメンって言われるのちょっと嬉しいですよねどう考えても韓国顔ではないかあでもねちょっとねどう韓国顔っぽいちょっとねちょっとねアイドルにいそうなんだよねはいということでちょっと休憩でちょっと疲れちゃった、はい韓国の PC 版です。ご飯食べ番です。いただきます。いただきます。うまいね。ちなみに頼んだのが、お母さんがトッポギですね。トッポギ頼んで、僕はホットですね。僕はよくわかる。棒です。食べてみます。食べてみます。おいしい。まあまあまあ辛いものは大丈夫好きですけど強くないK-POP とか聞きますよああ、好きですありがとうございます K-POP の頃めっちゃ戦場で行くおい今アイブの番号一番怖いってことですか5番だから初めて見たんですよねボニョン推しっていう男性なんかみんななんか基礎とかさ、そっち系だと思ってガンちゃんはアイブだと思うよえ、ユージン知ってるでユージン、もうなんかもうしつこいしつこいよ君だよ君だよラインです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 後半もちょっと頑張ってインタビューして、はい、どっちがいけないんかなやってましたそういうそういうやつなそう対決してて今どうライバル意識とかなんか芽生えてるいやーすごいな
そういえば戦ってくる、ちゃんとバチバチ見せてくれよ。男なんかバチバチ見たいよ。見てる人も行けーって男祭り。キングさん、どっちなんだ、こっちなんだ、視聴者さん、頑張らー。なんだ、その動画見て。それぐらい熱い動画作りたいと思ってる。そっそっそっ、頑張りましょう。頑張っていこうか。はい、行きましょう。ちなみになんですけども、あ、はじめまして、お願いします。よろしくお願いします。トップ YouTube やってます。ちなみなんですけど、どっちがイケメンだと思いますかっていうのをやってて、一人ずつちょっと選んでもらうことはできますか？おお、はい、ちなみに、おお、割れるね。あ、本当にタイプが割れるんだ。ちなみに なんでイケメンだと思いました？なんか先に声かけてくれたんで、めっちゃかっこいいと思う。おー、声かけジェントルマンでね。はい、あー、なるほどなるほど。ちなみに塩顔が好き。塩顔が好きなんで。お、チョイス。いやいや、チョイスチョイスチョイス。ハンサムチョイス。ビッツレビュー。はい。All of you in different way. Handsome. Thank you so much. Thank you so much. YouTube の方が。ポギ侍です。よかったらチャンネル登録、お願いします。またね。え、写真撮って。あ、もちろんもちろん。みんなで撮りましょう。みんなで撮りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。 YouTube を見て。YouTube を見ます。最後にアンニョンお願いします。アンニョン。なんかあれだね、2人のタイプが多分違うから割れるね。九州、日本の九州顔って言われる。濃い顔だからね。出身はどこなんですか？九州の熊本。あ、熊本なんだ。顔だ、やっぱ東京でそれ言うと、あ、九州顔って言われる。本当濃いからね。で、ガンちゃんは完全になんかもう韓国の塩顔っていうのか、はい、塩顔だから言われる。はいはい。じゃあ、まあ、もっともっと聞いていきましょうか。はい、おぬっちょきと対戦ゲッターご생각하세요。おいちょきよ。おいちょき。おお、참고왜그렇게생각하세요？강아지사는。아、子犬みたいな顔で、おお、어떻게그렇게생각하세요？부담스러워가지고。ええ、사실은이분이한국사람이고이분이일본사람이에요。ありがとうございます。마지막에안녕하세요。감사합니다。감사합니다。今ちょっと綺麗な方にちょっとどっちがイケメンかってちょっと言ってもらったら完全分かりました。韓国人美女に言われるとちょっとやっぱり嬉しくない？嬉しいね。キュンとしました。キュンとした。ちょっとまあ対決だからちょっとバチバチしてよ。なんか勝つぞみたいなやってた。そういえばやってた。ああ、頑張ろう。大丈夫ですか？頑張りましょう。그러면한명씩물어볼게요。네、그러면누가더잘생겼다고생각하세요？두분이지금하지마。오른쪽그푸드티。네、그럼왜그렇게생각하세요？차은이와세요？오차은아스터아스터로차은닮으셔가지고오차은오아왼쪽분도진짜잘생기셨는데네아예감사합니다。아그러면누가더잘생겼다고생각하세요？저는왼쪽분아왼쪽아왜그렇게생각하세요？좀되게현실남자친구처럼생겨서아카레시みたいな感じの。그러면혹시왜그렇게생각하세요？차은우와사실이분이일본사람이고이분이한국사람이에요。감사합니다。마지막에인사안녕만해드안녕안녕감사합니다。分かれたね。てかもうチャウンヌでいいんじゃない？待って、もうね、これは認めてもいいと思う。チャウンヌでいいと思います。しかも、うん、韓国の女性で好きな顔ランキング結構1位ぐらいだよ。もう上位だからね。しかも2ポイント1ポイントだからね。そうだね。勝ってます。チャウンヌポイント。チャウンヌポイント。チャウンヌポイントでちょっともっともらえるとかないんですけど。ちょっと、いや、ガンちゃん負けてるからバチバチして、バチ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 して。気まずいのがバレる。まだ初めてだから。今日初めてだからね。じゃあちょっともうちょっと聞いていきましょうか。ウィッチハンサム。おお、why? He's well put together. He's got a good looking face. おお、yeah. Thank you. あ、ウィッチハンサム。Why? I don't know, like, both look very good. But more my type. Oh.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a good night. あの人が一番イケメンじゃない？ちょっと待って。最後の最後は一番かっこよかった。もう勝負決まりましたじゃん。一番イケメンはあの人です。いやでもね、ちょっとなんか2人ともなんかバチバチが足りないわ。なんだ。いいのかこんなんで、なんか何とか終わるぞ。勝ちたいですか？勝ちたいです。勝ちたいですか？はい、勝ちたいですか？はい、勝ちたいですか？はい、一応勝とう、もうどれじゃ頑張りましょう、はい、ここさ、ホンデのちょっとアイドルとかダンスしてるとこなんだけど、なんかアピールとしてなんかダンス対決みたいなさ、なんかそういうの できたらなんかすごい熱くなるかなと思って。ああ できますか？はい、日本の代表として、はい、最近日本で流行ってるゲロチル男子になります。はい、大変なられます。テッ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 ゲロチル日本代表大丈夫ですかね。あれあれあれ、バチバチ韓国人の血がちょっと騒いちゃったんですけど、バチバチ。じゃあ僕やっていいですか？じゃあガンちゃん負けないでください。ちょっと韓国で今流行ってる、はいはい、ゲロチューダンスっていうのがあるんですけど、一緒一緒、じゃあやっていいですか？ケケケロケケケロケロチューケケケロケケケケロチュー熱くとろけるくらいには触れた。はい、ということで、はい、バチバチのイケメン対決が見れたんですけど、やっぱり燃えました。なんか久々にあの熱い気持ち取り戻しました。あ、はい、負けず嫌いですか、2人とも？そうです、はい、一応結果は言いますか、うん、じゃあ結果は何票かで、僕もちょっとごめんなさい、雑なんですけど、うん、何票かで深川さんの勝利です。出た。いや、もっと喜んでもらってた。いや、バチバチすぎたわ。ちょっとガンちゃん負けず嫌い。あ、はい、どうですか、まず。負けました。あ、はい、あ、キャラ被ってる中からなんか悔しくて、はい、またやりたいと思います。けどまあさ、今日なんか初めてこういう感じでやってみて、なんかすごい楽しかった。楽しかった。なんかこうやってさ、外見を評価されることってなかなかないじゃん、はい、まあ、YouTube やってたらさ、なんかある程度ね、なりたいに似てるとかイケメンとか言われるけどね、この一般の人にこうやってこっちこっちって言われるのはなんかちょっとリアルすぎてちょっとドキドキしたよね。でもぶっちゃけやっぱ嬉しいでしょ、この刺された時は。あ、嬉しいです。嬉しいです。ハメをやってみる。一組だけ3人でちょっと聞いてみる。あ、そうやってみようか。最後やってみようか、はいはいはい、その人が優勝って。その人が優勝して最後の票だけめちゃくちゃ多いっていうことで。あ、いいね、ちょっと聞いてみましょう、はい、Which handsome? Only one? Only one? Yeah. How can I do that? That's so... ああ今日ははい、誰か。俺最強。聞かなきゃよかったわ、はい、俺入んなきゃよかったわ。俺なんか俺だ、なんか傷ついた。言った俺ごめんね本当にごめん。まあいいんだけど、優勝で。いや、アメリカ人100票っす。100票、はい、もうダントツ1位で、はい、一番イケメンです。あ、まあ、本当にね、本日はね、僕たちの動画にも出てくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、今日初めて会ってこうやって話したんですけど、慣れました？人見知りとか、だんだん。まあ、ちょっと、はい、全然変わってないけど。あ、そうですね。もう今日結構長い時間一緒にいるけど、はい、だいぶ慣れてきたかな。あ、まあ、ちょっと慣れました。慣れてないじゃん。またご飯とか、はい、お酒とか、ぜひ来ましょう。お願いします。はい、よろしくお願いします。僕たちね、福川さんの YouTube の方でもコラボさせていただいているので、概要欄の方に貼っております。ぜひぜひ飛んで見てみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、ためになったと思った方、ぜひいいね、コメント、チャンネル登録お願いします。僕たちチャンネル登録者数20万人目指してます。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。各 SNS 概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひチェックお願いします。それでは次の動画まで、バイバーイ。감자 완전 좋아 안녕